阪東線運転状況についてお知らせします。内回り大阪西区場方面、ただいま寺田町駅付近走行しております。外回りは立山宮駅付近走行しております。外回り電車は2分ほどで到着いたします。内回り電車は10分ほどで到着いたします。外回り鶴橋天王寺方面、あと2分ほどで到着いたします。あと別の方で到着いたします。なお、 JR 東海線各線路線におきましては通常通り運転をしております。繰り返します。内回り